見つけました。すごいびっくりした。今普通にまだ使ってる感じで踏切がありましたけど、もうここが閉鎖されてる踏切。あ、止まるみよがある。止まれがちょっともう消えちゃってるけど、止まみよ、じっくりと見れるいいね、嬉しいね。どうもこんにちは、鈴川彩子です。たちです。本日はですね、こちら埼玉県日高市にあります、JR 駒川駅近くに来ております。今日はですね、ちょっとね地図を見ていたら、この辺りに何やら廃線跡が、今はですねこう道になって、でもなんとなくこうちょっと跡が感じられるようなね道になってるということなので、歩いて、行ってみたいと思います。線路沿いをちょっと歩いてきたら、ようやくしばらくねフェンスがね高くあったから、ようやく 見れてきましたね。あの先に踏切がある、赤いである。え、学校通り踏切だいい学校通り、おー、学校通り踏切っていいね。来るよずっと虫見てたでしょ八高線、あの白と黄緑、うん、ね、手前に来る。おー、いらっしゃい。おー、うわすごい煙すごいね。はい、右よし、左よし、右よし、うん、おー、ここ、ここ、この先、すごい、はい、ポイントがある、あそこで。はい、右よし、左よし、はい、すごいね、ぶっつり。お、なんだここもここもだね、うん、そこもだ、もう完全に草が生えちゃってね、え、完全に草が生えちゃってあれでしたけど、すごいね、森みたい、なんかちょっとお話に出てきそうな森。さあ、そして戻っていきましょう。こちらですね、ポッポ道利用書いてありますけれども、日高市役所の方に向かってこのまま歩いていきます。このポッポ道っていうのがいわゆる廃線跡。もうあれ使ってないじゃん。あ、本当だね、まだでも残ってるんだね。パーツ取りパーツ取りとかするの。あー、確かに。上野台、ん、何、上野台、うーん、渡りましょうか。はい、渡るときは右よし、左足、おお、すごね、待って、すごくない、ここ踏切の間だ。あそこにも踏切がね、畑だね、本当だね、すごい、なんか立派な。そうか、壊れた、壊れたんじゃ、もう使ってないんじゃない。あったあった、これだ。さあさあさあ、今見つけました。すごいびっくりした。今普通にまだ使ってる感じで踏切がありましたけど、もうここが閉鎖されてる踏切。そしてここがポッポ道ですね、噂の。うん、こっちもね歩行者専用って書いてある。形が線路だ ね、そうだね、すごい、そのまんま残ってる。線路があったところを歩くことはでき、うわすごい、確かにさ、このリアルだね、この上がっていく感じのね、またこの左右の、あ、本当だ、再確認、すごい、まだ残ってる。 あそこまでかな、道、すごいね本当にこの幅感もリアル。
左側に行くのかな、じゃあ、うん、ね、うん、そうね、ここまでだね。てか本当はここからもっとあの駅のさ、うん、駒川のね、あの駅の方に繋がってたんだ。うん、浮きありだ、本当だ。ガタン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 ディーゼル、ガタンガタン、セメント運んで。こっち側すごいね、遮断缶はないけどね、缶はあの棒の部分はさ、ないけどね、まだこう残ってるんだ、機械自体は。ここがポッポ道ですね、廃線アトリオス。結構ね、さっきからね、あの人通りが多いですね。まあ今ちょっと夕方でね、お散歩なのかね、あとなんかあるのかな、この先に学校とかが。結構人が多い。ここももしかしたら踏切っぽいね、ここの感じね。いや絶対ここもそうだよね、この感じね。ちっちゃい踏切ね、あのちっちゃい踏切だわ、きっとここは元。でもここは特に危機的なのはない、もしかしたらもともとない可能性もあるね。第4種踏切の可能性もあるよね、警報灯がないとかね。あそこも踏切だね。うん、早い、すごく早い、すごく早い。斜めね、ちょっとじゃあ間が長かったね、きっとね、ここはね。おお、見て、うん、あ、本当、これ、これ線路、そうだ、ちょっと、ね、確かに、か、あれもじゃない、あっちもある、あっちもだ、ちょっと広すぎんこれ、でも広いね、2本を、いやいや、伏線だった、2本埋めて片側だけ、まあサイズ的にはそんぐらいじゃないね。え、よく気づいたね、ジク、ほんとだ。ここに実はレール、あ、じゃあずっとそうだ、今なんか草がさ、かなりさね、この今白線が一応あるんだけど、この草でかなり覆われててね、ちょっと気づきませんでしたけど、こうちょっと出てるところを見たら確かにこれね、レールだ、これ斜めの、うわわ、あっちすごい続いてる。え、でもこの間隔で踏切あったのかな、またすぐそこにもあるよね。ね、ここも踏切じゃない、きっと簡易的な踏切の可能性があるね、これだけあったらね。え、すごいね。あ、なんかそこにあるの、それ古そうじゃない、なんて書いてある、何かは書いてある、歩行禁止、歩行禁止、確かに、うん、線路内歩行禁止、あ、線路内歩行禁止ってことは、やっぱここが踏切で、ここら辺なんか普通に入れそうな雰囲気になっちゃってたんじゃない？すごいね。この状態で難しだったら確かに騒音すごいね。でも結構新しいお家、まあまあ昔も建ってたかな、別のお家がね。さっきジクが見つけてくれたの、確かに見たらずっとあるわすごいね、なんか本当にもう日常にというか生活に溶け込んでる感じがいいです。あ、踏切、またあそこに、なんかでも本当にお花とかさね、ここすごい、この花壇とか、これは市が全部整備されてるんですかね、日高市ってプレートが立ってるから素敵だね、遊歩道ね。ほら、お、お、本当だ、ってことはここもあったんだ、いやいや、どうだろう、もしかして3点、おお、すごいね。え、ここからさらにこの配線跡感が急にこっから道端に突如レール出現。おお、じゃあまあ無理やりこれは残してって感じなのかな、両端の、すごい、なんか真ん中に、あ、本当だね、あ、止まれみよがある、止まれがちょっともう消えちゃってるけど止まみよ、止まみよがある、すごい。いや、パッと見ちょっとわかんないよ、これ配線ってね、これだけなんかいろいろと、まあもちろんそこにねポールというかあれがあって入れないようにはなってるけど、すごい、すごい、あ、こっちにね続いてたわけです、駅の方に向かって駒川。そして反対は、あ、もうやっぱりすごく近く感じ、でも若干左にカーブだね。おー、
じっくりと見れる雰囲気残してるってすごいね。結構さ廃止になったらやっぱり撤去されちゃうことが多いんですけど、まああえてここはやっぱりそのポッポ道としてね、その再利用というかなんかこれを残そうっていうのできっとね意図的に残してるんじゃないかなっていう感じがしますね。いいね、嬉しいね。あ、鳴ってる。ガガ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 ガギーガガガギー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 どっちゃんガチャンクヒー。もうどんぐらいの音だろうあ、確かにあの先ね、なんかね、あ、ほんとだ、線路内歩行禁止、歩行禁止、歩行、前までは歩行だったけどその上から立ち入り、あ、本当だ、線路内立ち入り禁止と線路内歩行禁止がどちらも読める。ここね今レールの上をこっちの方はレールが出現してそこを歩いてます。今地図で見たらもうそこが太平洋セメントさんの埼玉工場西門出荷道路って書いてある。ここも踏切っぽかったね。なんかその木のこれ絶対古いでしょこれね。あ、そうね、こっちに道路がね道があって、さあそしてここで、お、見て、書いてる、お、あ、何か書いてある、はい、あ、これ、あ、ポッポ道の説明があります。お、すごい古いこの遊歩道は昭和30年から太平洋セメント埼玉工場旧日本セメントさんの創業に伴いセメント材料原材料及び製品を運搬していた側線式でありました。平成11年にセメント出荷用の鉄道輸送が廃止され残されたものですと。で、平成21年3月に太平洋セメントさんのご厚意により、即戦式用地を、寄付していただき、子どもたちが安心して歩ける遊歩道として整備し鉄道が活躍していた当時の趣を残したものでありますと。あ、あ、さっきの線路内歩行禁止のあの看板がすごい、あ、なんか書いてあるよこれ。3号踏切どこだろう、これさっきのところかな、大きいところかな、これがバックにねえだろ。あ、確かに。じゃあもうちょっと向こうか、まあ、3号だからかなり近いよね、きっと向こうから1号、2号、3号じゃない。ちゃんとね説明がこっち側にありましたね。しばらく駅の方から歩いてきてもうかなり太平洋セメントさんね近くなったところでこちら説明がありました。いいですね。今もまだ工場はねあそこでね、あれ動いてるでしょうね、埼玉工場さん。さあ今ねすぐあの看板の近くにありました亀屋さんという和菓子屋さんかなね、すごい美味しそうだったので寄って買ってみました。じゃあいただきます。うん、どう、美味しい、美味しい、食べれる、食べれるあ、そうね、僕ねあんこがねそんなにねあれですけど、なんかいやミルキーなあんって書いてある、ミルキーや、うん、あ、すごい抹茶じゃん、お茶、狭山茶だったよさっきね。ここ来る途中もねいっぱいお茶畑あったもんね。これ、あ、そう、お茶ね、ママも同じの買った狭山茶の、あ、もなか美味しい。さあということで、今回はですね、埼玉県日高市にあります、駒川駅近くの廃線跡を利用した、遊歩道ポッポ道ね歩いてみました。踏切とかあとちょっとしたこう看板とかね、いろいろとあの残っていてすごくね面白いです。皆さんも来てみてはいかがでしょうか。はい、ということで以上、埼玉県日高市にあります廃線跡を利用した遊歩道ポッポ道歩いてみたでした。ありがとうございます。